ミッドシップ2シータールーペ 718kmAN に設定される高性能モデル 718kmAN GT4 プロトタイプが市販バージョンの完全な姿で現れた。これまで何度か撮影に成功してきた新型 GT4 プロトタイプだが、フロントバンパーのコーナーエアインテークに付属する LED レータイムラーニングライトや、同後部のサイドエアスクープ、さらに大型リアウィングなど、これまで見られなかったパーツが確認できる。これが最終型だろう。718kmAN GTS を含むこれまでのモデルと比較して台形のホイール、ハードサスペンション、アグレッシブなエアロパーツも特徴だ。従来モデルの kmAN GT4 には911カレラ S から流用された 3.8 リットル水平対向6気筒エンジンを搭載、最高出力375ピコセカンドを発揮した。新型 GT4 には911、GT3 から流用される4リットル水平対向6気筒 NA エンジンを搭載し、最高出力は400ピコセカンドから410ピコセカンドが予想されている。ギアボックスは標準の6速 MT 及びデュアルクラッチ BDK がオプションで設定される。またパフォーマンスでは0-100kmh 加速が 4.4 秒の現行モデルに対し 4.1 秒から 4.2 秒に進化するとみられる。 kmAN 史上最強最速モデルとなる新型 GT4 は10月のパリモーターショーで初公開が期待できそうだ。話題の新型車を最速スクープ、スパイダー7 http://spyder7